1周年おめでとうって言ったんですよ、私たち。ちょっと聞こえづらかったですかね。かぶせたから。かぶせたから。お祝いの気持ちを込めて、そう、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございますということで、歌わせていただきましたけども、はい、次は何の話をしようかなと思っているんですけども、はい、ですね、ここ、車屋さんですよね。そうです。知ってるよってね。知ってるよって。車屋さんなんで、はい、アイドルに、とね、あんまり関係ないかもしれないんですけど、うん、車の話をしようっていう、そうそう言ってたね、さっきね、あの話をします、はい、はい、話をします。アイドルが車の話をします。まあ、あのアイドルだろうが何だろうが関係ないですよ。そうそうなんですけど、ね、やっぱり、ね、あの夢とかあるんじゃないですか、みんな乗りたいのか車とか、こういう車乗ってみたいなみたいな、いる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 、あるんじゃないか、はい、お私、うん、ピンクのクラウンに乗ってみたいです。おお、ピンクのクラウンですか。とりあえずあの自転車から始めよう。はいはい、じゃあもう一個ある人いますか。はい、私は、はい、あの昔の車の Windows 21って知ってますか。待って、おっと、ちょっとなんかちょっと詳しい。待って待って待って、車博士。いや違います。違う、整備士とかやっちゃったりしない。やっちゃってない。よかったよかったよかった。そういうあの名前を Windows 21 Windows 21 21個あるんですよ。21年あるということは、お前のこと、私も見たことないですけど。あ、相当長いじゃないですか。そう、長いです。長いよね、みんな夢でかすぎんか。ちょっとすごいな。でも言ったことはね、うん、有言実行で、おお、かない。じゃあそれに乗せてもらうしかないですね。そうだ ね, そうだ ね, ね、分かりました、お願いします。じゃあどうしよう、ひなさん、はい、もし自分が運転したら何気をつけたい。徐行。徐行。絶対それこの間ぐらいに覚えたから、ね、そう徐行、意味分かっとる、意味ん、走るゆっくり走る、気をつけて走る、気をつけて走る、車を運転する、オッケー、電子辞書あげるから調べましょうと。